さんこんにちは、ゆのこころですと、こんにちは、石川カレンです。イエーイ。今、カレンちゃんのチャンネルの方で実はお昼を食べてきました。はい、これからドライブしようかな。イエーイって感じでドライブを行っていきたいと思います。お願いします。外はあいにくの雨です。あいにくの雨です。外は珍しくない？心たちが出かけてる時に雨。珍しい、私たち晴れ女なのに。誰雨男誰もう、マンさんのせいにしてる。おめでとうだね。ねえ、乗りたかったということで、今、七里ヶ浜ら辺にいるので、はい、江ノ島の方に向かっていくよーって、はい、橋を渡っちゃうよー、渡っちゃう感じで行きたいと思います。楽しいね、私ドライブ大好き。ドライブ大好き。ドライブ大好き。聞きたいことがあった。女子的でしてもらったら嬉しいこと。私もこれからさ、うん、あるかもしれないじゃん。確かに確かに。飲み物あげてもらう。ペットボトル。そうそう。ナビナビナビ。ああ、やる。うん。あと江ノ島わかる。わかる。私よりわかる。あれが江ノ島ですから。うまいうまいうまい。あれ？そうそうそう。じゃあ私江ノ島行ったことないかも。ほんまに？江ノ島ってカップルで行くと別れるんで。今日好きで行った。雨でも人いるね。いるね。僕ら江ノ島来るとき大体雨なんだよね。本当？で江ノ島の時だけ雨女なんて。そういうこと？うん、多分ノムさんのせいじゃないかも。すいませんでした。それはすいません。え、あれは行ったことあるの？江ノ水。ないの。ああ。八景島は？ある。学校の校外学習で。あ。シーパラ行ってその後にみなとみらいで遊園地とか行った。あ、そうなんだ。そうそう。そこいいよね。いい。シーパラ大好き。シーパラ大好き。シルカショー。今シーパラダイスとシーパラ大好きかけたの。すごいカレンちゃん。嬉しい。すごい。海行った？今年。行きました。行った。うん。でも足しか入ってないよ。スーちゃんとかは結構ジャブジャブ入ってました。え、可愛い。あ、海行ったわ。あ、行ってたじゃん。行った行った。YouTube 回すの忘れてたじゃん。忘れてたじゃん。私家族で行ったのに。海入ってきました。すいません、忘れてました。もし5分前に戻れる。それ大好き。心私は酒の変化を演奏したい。大好き心。大好き。私もあー好き。それで恋に落ちた。え、わかる、うん、なんかこの歩道橋楽しいじゃん。回れるよねこれね、うん、なんかここで鬼ごっことかしてからねえねえみたいな。行かないで行かないでよ。どうも待ってよ。階段は反則。ちょっとぐるぐるしててよ。こういう景色が綺麗なとこに住みたい。お散歩が楽しいとこに住みたい。わかるわかるわかる。そしたらダイエットにもなるし。確かにね。歩く気になるよね。そうそうそう。外に出る気にもなるよね。なる。でも何にもないですから、外に出る気はないです。本当にないです。はい、私もないです。ないです。え、でも、ね、頑張れば海に行けるでしょ、神奈川から。まあね、頑張ったらね、行けるんだけど、まあ、あんまり海に行くと病んでるってことなんですよ。そうだよね。有名だからね。ここちゃんが海に行くと病んでる。そう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 。そらそら。って怖くない？怖い。鳥大好きだけどカラスは怖い。でも何もしなければ大丈夫でしょ。なんか目合うと よくないとか言わない？ねえ、カラスと目が合ったら顔を覚えられるとかさ。あ、そうなんだ。頭よ。でも鳥は鳥目だからさ、暗いところで何も見えないから夜にカラスとかいないんだよ。あ、そうなの？動けないの、暗いと。鳥目ってそういうことなんだ。暗いところで動けないだから、うちのイカもペア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 って喋ってても、うん、電気消すと可愛い。電気つけるとペア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 って言い出す。いい子飼ってる友達心いなかったからさ。すごい珍しがられた、うん、なんかインコ飼ってるってインコ絶対言われる。インコインコ可愛いから。てか年内あと3ヶ月にしてた。やばい。3ヶ月。こちらのクリスマスは私たちどうなるでしょうね。本当ですよ。一緒にイルミネーション行きましたけど。行きましたよ。あ、一昨年だ。一昨年だ。一昨年だ。一昨年。去年私 YouTube 撮ってた。ね、生まれてきてくれてありがとう。そうだよね。彼氏がいたとしたら何をあげたい？ティア
ばいやばいやばい。え、無理、私編み物できないからさ、すごい通気性抜群。カスカスの、うん、男の子のプレゼントって難しくない？異性だからそう思っちゃうのかな。女の子ってだってメイクとか、うん、考えやすいよね、基本的に。何でももらって嬉しいじゃん、うん、何もらったら嬉しいですか？時期的に言うとマフラーとか手袋。え、マフラー手袋って嬉しいんですか？冬だから使うじゃん。で、首に巻くから分かりやすく彼女からもらいましたみたいな。確かにね。え、恋バナしちゃおう。じゃあ、いいよ。こんなさ、ドライブトークなんか何しに行こうかなんか。本当に金銭面もそうだけど、でも変えようと思えば変えれるじゃん、どっちも。確かに世の中ってすごいなって思う。全く知らない2人が結婚をして子供が生まれて、世の中ってさ、ずっと今まで続いているわけじゃないし。そうよ。それってすごくない？この人と結婚しようって思ってすごくない？その決め手って何なんだよ。え、すごい聞きたい。なんかお母さんとかに聞くと、なんか会った瞬間に、あ、この人と結婚するんだろうなって思ったとか言われるの。わかんない。でもそんなの真反対の気持ちで付き合わないと思う、今後。なんかわかんない、中学生高校生の時の恋愛ってさ、結婚ってなんか全然遠いものだと思ってたじゃん。でも今こう自分たちが二十歳目前にしてさ、うん、大人じゃん、うん、だからこっからの恋愛って慎重にならない。確かにね。だって私のお母さんだってこの年の時、私の年の時も結婚してるもん。だって今子育てできるかって言われたらとてもじゃないけど無理だもん。今自分のことで精一杯なのにさ、一緒に住むってなったらその人の分のご飯も、うん、洗濯物も掃除もやって、無理無理。子供がいたら子供の分もでしょ。でこの仕事をしながら子供のお世話もして、うん、世の中のママすごいなって思う、ね、この先30年も誰かと人生を共にするって考えられない。だって私たちだってまだお母さんとさ、生まれてからずっと一緒にいるけどまだ20年続けるじゃん、うんうん、それを超えるような人に出会うってことでしょ、うん。長く誰かと共に過ごすわけじゃん。それってすごくない？そんなことできるのかな。なんかだから中高の時とか何も考えずに生きてたあの頃が懐かしい。本当にそう。お母さんのことママって呼ぶ？お母さんって呼ぶ？お母さんって呼ぶじゃん。名前で呼ぶことないじゃん。ない。でさ、私たちってさ、娘って呼ばれないじゃん。呼ばれない。私たちは娘って呼ばれないでちゃんと名前で呼ばれるのに、うん、私たちは死ぬまでお母さんのことをお母さんとかママって呼び続けて、うん、その一人の人としてちゃんと認めてあげられてるのかなとか。すごい深いとこまで考えたね。思わない？だってそう考えたら確かにね。分かれるよね。だからさ、将来的にお母さんって呼ばれたい人もいるじゃん、うんうんうん、でも名前で呼ばれたい人もいるじゃん。絶対に振り袖の着付けの時に、うん、その着付けの先生が、私も早くにおばあちゃんになったから自分の孫にはなんとかちゃんって呼んでほしかったのって、うんうん、いざ孫ができてみたらおばあちゃんとかばあちゃんって呼んでほしくなったのって。うーん、年齢でまだ40歳なのにとかと思ってたけど、うん、自分の孫だから愛おしくて仕方なくて、おばあちゃんっていうのが認めれたもん。え、おばあちゃんのことなんて呼んでる？ばあちゃん。ばあちゃん、うん、うちあれなの、ばあちゃんのアートってあーちゃん。え、かわいい。そう、うちなんかずっとそうなの。いとこは おじいちゃんとあーちゃんのことをあーちゃまじいちゃまって呼ぶ。かわいい。かわいいね。旦那さんができたらさ、旦那さんにさ名前で呼んでほしい。ママって呼んでほしい。自分がお母さんになったらお母さんって呼んでほしい。おー、でも子供が生まれるまでは名前で呼んでるし、私子供の前だけでママがいい。あー、まあそりゃそうだ ね確かに。2人の時にママ愛してるよとか言われたらさお前のこと産んでねえし私たち血つながってねえから。そうだよ、なくないから。確かにな。じゃあしばらく道なりしばらく道なりに向かうので